そう。こんにちは、さきです。ついに YouTube でダンスレッスンを配信することに決定しました。まだまだ YouTube 初心者なので、ぎこちない点が多々あると思うんですけども、できるだけ皆さん、温かい目で応援していただけると嬉しいです。まず今日は記念すべき第1回目ということで、ブルースのレッスンをしていきたいと思います。今日するステップなんですけども、一つ目、クォーターターンというステップをしていきます。二つ目に、チェックバックというステップをしていきたいと思います。このステップはどちらもすごくベーシック、大切なステップになりますので、ぜひ皆さん、習得してくださいね。ではこちらをどうぞ。今度は左に90度を回転し、最初の方向に戻ってきます。クォーターターンは右に90度回転していくステップとなります。90度左に回転し、最初の方向に戻ってきます。左足を前進したらすぐに右足に戻り、左に90度回転していきます。右足に少し体重を乗せ、左足に戻ったら90度左側に回転をします。ブルースではカウントをスローとクイックで取っていきます。スローは2カウント、クイックは1カウントです。スロー、スロー、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、ブルースではタイミングをスローとクイックで取っていきます。スローは2カウント。クイックは1カウントです。スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック。チェックバックのタイミングはスロー、スロー、クイック、クイックです。チェックバックのタイミングはスロースロークイッククイックです。